ボンジョルノコメスタイストベーネ、鳥尾武美です。暑い毎日ですね。皆様はどのようにお過ごしていらっしゃいますか？僕はエアコンが手放せないんですけれども、寝るときはね、自分の部屋にはエアコンをつけず、アイスの塔で頑張っております。さて、来たる8月25日にですね、私の出身地町田でですね、初の本格ソロリサイタルが行われます。こちら満席完売御礼となっております。このコンサートはですね、そうピアニストはなんと及川綾俊さんというですね、芸大の先輩でとても素晴らしい方と共演させていただきます。今日はそんな彼とね、初めてこのリサイタルのために会わせるので、そちらの様子をちょっと皆様にね見ていただきたくて、どうやってリサイタルの曲を用意しているか、これ気になると思うので、ちょっとね、リハーサルの一部をぜひ公開していきたいと思います。それでは皆さん、また後でね。パーターンとリガでしょうか。今日ね、初めて2人で演奏した曲もあるので、その曲の、まあ、なんとなく踏襲をしてみてから、そこでアレンジを加えたりしています。そういうね、細かいところとかも実はね、合わせてできる楽しいところなので、僕は結構好きです。この合わせを踏まえて、そしてまたもう一回合わせをして本番当日を迎えるわけなんですけれども、今日のこの様子から本番に向けてどのように音が変わっていくかっていうのも、ぜひ楽しみにしていただければと思います。さて今回はですね、今度のリサイタルの初めての合わせの様子をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。ぜひまた次の YouTube も楽しみにしていてください。それではボーナのテイ